今回登場するのはピッキー、小麦、ショパン、ルー、そしてパピオです。小麦、いいもの見せてあげるよ。パピ、なになに？昨日ね、ピッキーと魚釣りに行って、こんなにでっかいのが釣れたのさ。何ですか？魚釣りですか？どうしたんですか？ショパンには見せない。パピッ。どうしてですか？行こう小麦、あっちでおやつのチョコレート分けてあげるよ。パピッ。おやつ。びっくりしたな。もうルーったらこんな時だけ素早いんだから。今日はルーにもおやつあげない。悪く思わないでね。ショパンはこの前喧嘩したし、ルーは大食いだから一緒におやつ食べるのは嫌だしね。パピ、感じ悪い。あ、ピッキー、今から僕のとっておきのおやつ食べに行くんだけど、好きな子にだけ分けてあげる。パピ。好きな子だけ？パピオ、ルーとショパンがこっちを睨んでるよ。もしかしてルーとショパンは仲間外れなの？ピッキーのことは好きだもん。パピ。ありがとう。でも僕はいいや。どうして？親神様はね、嫌いな子は放っておいて、好きな子にだけ優しくしたり仲良くしたりするのではいけませんよって教えてくださってるんだ。どんなお友達とも仲良くしなさい、仲間外れはダメですよってね。そうよね、みんな仲良くしなきゃね。ルー、ショパン、おいでよ。でもチョコレートはこれだけしかないよ。でもね、こうやってこうすればほら小さい。チョコレートは小さくなったけど笑顔はいっぱいだよね。うん、親神様は大きなチョコレートよりその通り。